フジヤマンです。いつも英語教育です。まあ分かりますよね。もう何回見てるから、もう何を今すっごい適当にだけど分かってたじゃないですか。それがこう英語でも同じような感じでやってもらいたいんですよね。だから英語たくさん触れるとそんな感じになるんですよ。もう出だしで、ああもうアウトとはみたいな感じになるんで、一緒に頑張っていきましょう。 OK、 じゃあ今から僕が英語表現言うので、何と言ってるかで見立ててください。行きましょう。 What is it about? What is it about?なんて言ってるでしょうか。でも2秒考えてください。では答えです。答えは What is it about? と言ってました。どんな話なのみたいな感じで使います。例えば何映画見たんだよね。 Oh really? What is it about? っていう感じで聞いたりします。 OK? 本でもいいですね。 What is it about? 例えば、なんだ、最近出た本何がありますかね。わかんないですね。まあ、例えば何か本が出たとして、それについて聞きたいときに、What is it about? って聞いてください。で、直訳すると、それは何についてですかっていう感じになるんですけども、そうやって覚えておくとよく分かんなくなるんで、どんな話ですか、どんな内容なんですかみたいな。そんな感じで覚えておいてください。OK。じゃあ今の表現聞き取れなかった方、簡単な単語で構成されてるけど聞き取れなかったっていうことは、多分発音が分からなかったですね。で、なんで発音が分からなかったかっていうと、僕らは単語と単語をこうつなげて発音してるんですけども、学校であんまり習わないじゃないですか。発音、こうくっついた発音とあんまり習わなくて、先生も、ちょっとカタカナ読みしたりとか、学生の皆さんもちょっとカタカナ読みに近い感じにしたりとか、でカタカナ読みじゃなかったらじゃあアルファベットをそのまま読むみたいな、アルファベットのままの単語の発音をするっていう感じですけども、単語と単語もくっつけちゃったりするんですよね。そうすると音が変わっちゃって、それ音声変化って言われるんですけども、それを学校であんま習ってない。 Meet, nice to meet you とか Did you とか習ってるけど、それ以外習ってないから、で今のは結構それが多かったんですよね。だから分かりにくかったと思うので、聞こえなくても全然普通です。よく簡単な表現なのに聞き取れませんでしたという方いるんですけど、簡単な表現だからこそ聞き取れないことの方が多いとね、あまり気にしなくていいです。 OK、 じゃあ行きましょう。発音こんな感じです。 What is it about? OK、 What? ここラ行になります。ラ行の8割引きです。 What is it? リとレの間ぐらいの中間的な適当な音になります。 What is it about? What is it? What is itリとレの、まあ、レっぽい感じで、われ、れ、れ、り。じゃあ、レですよ。レの方がいいや。What is it about? What is it about? またラ行です。ラ行の8割引きで言ってください。What is it about? 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 何回も言ってると意味が分かんなくなってくるんですよね。ちなみに最後の T は止めてください。What is it about?about って言ってもいいですけど、一応僕は止めちゃうんで音があんまり聞こえないと思います。これが単語の最後の T です。音が止まって聞こえません。 OK? What is it about? What is it about? What is it about? OK? 何回も言ってるとですね、もう意味が分かんなくなってくるんですよ。これはゲシュタルト崩壊ってやつなんですね。多分分かんないけど、多分そうなんじゃないですかね。 What is it about? 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 What is it aboutWhat is it about? うん、うん、What is it about? なんかもう意味わかんなくなってきますね。なやめましょう。そういうことやめましょうね。やっぱりちゃんとね、言葉の意味はそのままじゃないと、ちょっとわかんなくなっちゃいますからね。OK? なのでよく、まあいいや。OK, so, じゃ発音練習一緒にやりましょうか。じゃあ行きましょう。What is it about? What is it about?What is it about? もっと聞いてる感じ出して。What is it about? 皆さんの、ね、不思議そうな顔もっと見たい。もっと不思議そうな顔して。What is it about? もう本当に不思議な、こうなるじゃないですか、顔が。多分、なったことないけど。そんな感じですよ。OK、行きましょう。What is it about?多分 very good, OK? で最後ちゃんと広げといてくださいね。じゃないともうなんか収縮したままになっちゃうと困りますからね。OK! Alright, so guys, thank you very much for watching and I'll see you tomorrow, OK? Take care, bye!